創造のもとは計り知れず。神は自然の摂理を示し、仏は生命の息吹を検す。悟りは16条界。その上に精進、弁道という、コツを把握するとともに、光、波、温度、水、栄養あらゆる方向性からさじ加減、頃加減。意の赴くところに、意のところを合わせていくことを学ぶ。三千。何事も決めてかからず、ただ、意によって見る生活習慣。一、本を忘れず礼を持つ。一、上への尊敬と下への慈愛。一、生命と仲間を大切にする。自然は存在し、息吹は今行われている。ここで、簡単に、人間生命の要点を教えます。弁道に、神とは万物創生の親であり、仏とは生命保護の存在である。神仏は、共に我らをお守りくださっている。生徒は、空間滞在速度、時の中に、肉体と魂がセットで存在すること、つながりの整った状態である。人は、光光子が抜けて、64中3つの子供がミスセンスを起こし、アミノ酸形成が不能となる状態。さらにテロメアが減退して、肉体形成を停止する状態である。そもそも、物体として胃が抜けるというのが、死で、かつて、言い方を変えると、こと切れるという状態である。神仏からの通信が、人間として途絶えると、コースタルエネルギーのパワーダウン。身体が動かなくなるそれを死という。ゆえ、神仏への敬が大事であり、人間である学生は、その空明と過去現在、未来の菩提を祈ることが、最も尊べべきことであり、それを恩する姿が座禅である。断りも知らずに、行員を虚しく渡ることなかれ。生死の言葉にとらわれるなかれ。永遠の生のうちにいる学生であることを喜ぼう。上気はまり光通達し、弱情にして虚空を含む、キャライして世間を観すれば、なお夢中の字のごとし。学生の、本文、表現、上不上、神仏を信じる、エントロピー減退回避、テロメア減少回避、ミスセンス回避、異通信、光、音、周波数による設定、定義、周波数変更。あらゆる度胸は、念仏。光を伝えて、録す。本状態の記憶、即座。己自身の光をオン。巡らしもって、人間を無毛から解き放ち、皆の安泰に。仏教を意識の軸として、思考感情を話し切るのが善。善に三昧するとき、善頭葉が海馬を浪士するのをやめます。この時前頭葉はセロトニンを分泌します。心身安堵して、消化体よりメラトニンが分泌します。この時約 8Hz、シータ波が脳に流れ始め、交感神経と副交感神経が働いて、脳は生理整頓を行います。まどろみ、レムの状態。心身の機能は本来となり、虚空と心拍数が整い、心身の修復力、免疫力、赤血球白血球、タンパク質等の生産能力が向上し、海馬とヌーロンが守られて、
遺伝子の染色体短ステロメアを腱鞘から保護します。老化を防ぎ、長生きできるのが、善の醍醐味の一つ。思考感情の生活をやめること、それを手伝うのが、僧侶のお仕事となります。無垢毒を称するのは、無老の成果が証明されているからです。結果を求めて行わない。結果は求めずとも結果として現れる。しかるに、我が衆の集合は、しかんただなの。たった思考感情を止めるだけで、連鎖して、すべてが自然に行われていくので、ただ、身も心も放ち忘れて、仏の家に投げ入れて、それに従い持てゆくとき、力をも入れず、心も費やさずして、生きたまま仏となる。これが、善の正しい説明。光は光のごとく、心に闇を作らずして、天狼星のように輝き、己が無限に光を持つものと思えばよし。何も使わずに自己調整する簡単な方法としての生命学でした。どうぞよろしゅう。それではまたお会いしましょう。